の写真のあやちゃん、いい笑顔ね。あら、休日に会うなんて珍しいですね。今日は仕事がオフなので、たまにはブラブラしてみるのもいいかと思いまして。あやちゃんのいい笑顔？ああ、それはこの携帯の写真を見てたからです。実はこの間、あやちゃんがアイドルを目指すきっかけになったアイドルグループの解散ライブがありまして、その時、パスパレのみんなとそのアイドルグループで撮った写真がこれなんです。ええ、あやちゃん、いい笑顔をしていますよね。そのアイドルグループのリーダーの方に会うまで、あやちゃん、とても落ち込んでいたんですよ。アイドルを目指すきっかけとなったアイドルグループの解散。言うなれば、自分に夢を与えてくれた存在が消えてしまうわけですもんね。落ち込んで当然だと思います。でも、だからといって練習を上の空でやるのはダメですよね。まあ、今回はなんとかなったからいいんですけど。あ、そういえば、その時のことなんですけど、まやちゃんがドラムを始めたきっかけを話してくれたんです。ある人のドラムを聞いて、その人に憧れてドラムを始めたと。それを聞いて思ったんですけど、まやちゃんをパスパレに誘ったのは私ですし、彼女がドラムをやっていなかったら今のパスパレはなかった。まやちゃんが偶然聞いたドラムの音が今のパスパレにつながっている。これって面白いですよね。バタフライエフェクトってご存知ですか？バタフライ効果とも呼ばれるんですけど、蝶が羽ばたくようなごく小さな現象が遠くの場所の気象に影響を与えるというものなんですが、すみません、難しい話になってしまいましたね。わかりやすく言えば、過去に起きた小さなきっかけが後の未来に大きな変化を及ぼすという意味にもなります。この場合だと、過去のまやちゃんが偶然聞いたドラムの音がアイドルバンドとしてパスパレがステージに立っていることにつながっているんです。そう考えると、なんだか壮大な感じがしませんか？自分自身がちっぽけだと思うようなことでも、他の人にとっては大きな影響を及ぼすことになるんですね。なんだか面白いですね。まやちゃんの話を聞いて、きっかけを大切にしたいと思いました。どんな人であろうとも、現在に至るきっかけが存在しているんですから。サークルのスタッフさんになったきっかけってありますか？もしそれがどんなきっかけであろうとも、私はとっても嬉しく思います。だって、こんなにも私たちパスパレを気にかけてくれる素晴らしい方と巡り会えたんですから。これは私たちが思っている本心ですよ。あやちゃんはアイドルに憧れて、まやちゃんはドラムで、みんなそれぞれ異なったきっかけで集まってパスパレで一緒にバンドを組んでいる。とても興味深くて、それでいて不思議な気持ちになりますね。え、私が子役を目指したきっかけですか？そうですね、昔すぎて忘れちゃいました。でも、きっかけはともかくとして、今この瞬間が自分にとってどう思えるのか、それが大切なんじゃないかと私は思います。10年、20年、もっと大人になった自分が、私の原点はパステルパレットですと、そう言えるようになりたいです。だから私、そう言える日まで精進したいと思います。それが今の白崎千里ですから。